ダルビッシュ5億8000万円や。登録されていた制限リストから外れたパドレスのダルビッシュ有投手はライブ BP に登板。ダルビッシュは原則の3イニングで54球を投げてアウト13個を取り、安打性の当たりはゼロだった。ダルビッシュは現時点では制限リストから外れ、右肘の炎症で15日間の負傷者リスト IL に移行している。首脳陣は当初60日間の IL に入ってはどうか、そうすれば年俸も支払われると申し出たが、ダルビッシュ自身がいやそれはしない、復帰へのリハビリをしていない状況でお金はもらいたくないと断ったという。ダルビッシュは今季年俸1500万ドル約21億6000万円のうち約400万ドル約5億8000万円お手にしなかった計算になる。俺にくれ、日本人最高年俸クラス分じゃねえかよ。歓喜は増えすぎだろ。アメリカ人が契約なんだからちゃんと受け取らないと他の選手に迷惑だとか言ってるらしいが、本人が選んって言ってんだからいいだろ。まあいらない、ではなく受け取りたくないやな。ダルは結構お金で揉めた過去があるから、納得してないお金は受け取りたくないんちゃう。自分の力で大金を稼げる人間は逆に自分の力の働かないところでもらいたくないんだろう。働いていない分を返納すれば5億円が球団に残る。球団はこの金で有能な若手を取ることができ、将来に投資できる。とダルビッシュなら考えそうな気がする。大谷も同じような考えしてるよな。お金に対する感覚も現代のスポーツ選手は変わってきてるよな。もちろん言い方に、昔の金のためなら何でもやる的なスポーツ選手もギラギラして好きだったけどな。骨折しても試合できる選手もいたもんな。チームのためとかファンのためとかじゃなくて自分の評価とか生き残るためだったよな。面倒的発想も契約社会のアメリカらしくて面白いよな。契約内容を最大限利用して出場試合数もいかに減らして収入をいかに最大化するかを全く空気を読まずに断行するか。さすが男気あふれるダルの兄貴やな。将来的には絶対 WBC の監督やると思ってるぞ。管理人のつぶやき、ダルビッシュ投手、とりあえずプライベートの問題が落ち着いて復帰を目指せるようになってよかったです。これまでは悔しい思いをしてきたポストシーズンに向けて調整してほしいですね。大谷さんや山本投手との試合も楽しみにしております。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。